養老たけしとかで見れたの。昨日じゃないけど、その何だっけ、先週、今週の頭の方は雨結構すごかったな。じゃあ。いや、どうした。びっくりしたよ俺。うん。頭痛いってやつ？あ、違う違う。さ、西に置いてた傘袋結構さ、うん、結構みんなほら雑に捨てるからパンパンになったりとかさ、爆発するの状態になったりするのね。うん。でもそれを同じようなことで2回もインカムで行ってきて、多分見てない。うん。で、あと前回時にみんなに聞いてあげましょうみたいな。うん。同じようなことで2回目で言ってきて、それを。なるんだ。もう名前上になってた。へえ。これまた人、また一人シンクロに降りてこない人材ができるだけ。フロアに降りてこないって。あれどこまでの仕事量してんのか知らないけど。うん、パニックを起こしてまた泣かなきゃいいですけど。そうなんですよ。
ああ、見てもらうか、結局。なんだ。あ、秩父行く。よし。ここでマッキン食べよう、マッキン。しゃー、しゃー。今日は。
これ絶対まっすぐ行ったら有料行くじゃん。行かねえ行かねえ。出たよ。なんかこれ戻りじゃないですか。行かないっすよ。うん、こっち秩父鉄道行きますね。もう分かったんだ俺。そういえば下級生って最近また出るらしいよ。うん、あの懐かしいソフト。いきなりなんかパイチ出てきた時はびっくりしたけど、うん、キャーとかさ、なんかバイトしまくった記憶ある。本の湯なんか馴染みある。本の湯